ゴンギツネ、ニーニーナンキチ、後編です。ああ、葬式だ。と、ゴンは思いました。兵十のうちの誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地に行って、六地蔵さんの陰に隠れていました。いい天気で、遠く向こうには、お城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が、赤い切れのように咲き続いていました。と、村の方から、カーン、カーン、と、鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて、白い着物を着た、葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い紙下をつけて位牌を下げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。はあ、はあ、死んだのは兵十のおっかあだ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩、ゴンは穴の中で考えました。兵十のおっかあは床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままお母は死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたい、と思いながら死んだんだろう。あんないたずらをしなければよかった。兵十が赤い井戸のところで、麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうに行きかけました。どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだい、生きのいいイワシだい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と
やすけのおかみさんが裏戸口からイワシをくれと言いました。イワシ売りはイワシのかごをつかんだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手でつかんで、やすけの家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間にカゴの中から五六匹のイワシをつかみ出して、元来た方へ駆け出しました。そして兵十の家の中へイワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて茶碗を持ったまま、ぼんやりと考え込んでいました。変なことには、兵十のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされた。とブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。かわいそうに兵十はイワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながら、そっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては、兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、松茸も2、3本持っていきました。月のいい晩でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリン、チンチロリンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは兵十と加助というお百姓でした。そうそうな加助と兵十が言いました。ん？
おらこの頃とても不思議なことがあるんだ。何が？おっかあが死んでからは誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。ふーん、誰が？それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。ゴンは二人の後をつけていきました。本当かい？本当だと思う。嘘と思うなら明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。それなり二人は黙って歩いていきました。カスケがひょいっと後ろを見ました。ゴンはびっくりして小さくなって立ち止まりました。カスケはゴンには気がつかないでそのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると、二人はそこに入っていきました。ポン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 と木魚の音がしています。窓の障子に明かりがさしていて、大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンはお念仏があるんだなぁと思いながら、井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくすると、また三人ほど人が連れ立って吉兵衛の家に入って行きました。お経を読む声が聞こえてきました。ゴンはお念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。兵十とカスケはまた一緒に帰っていきます。ゴンは二人の話を聞こうと思ってついていきました。兵十の影帽子をふみふみいきました。お城の前にまで来たとき、カスケが言い出しました。さっきの話はきっとそりゃ神様の仕業だぞ。え？と兵十はびっくりしてカスケの顔を見ました。俺はあれからずっと考えていたが、どうもそりゃ人間じゃない。神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかな。そうだと思う。だから毎日、神様にお礼を言うがいいよ。ゴンは、へえ、こいつはつまらないな、と思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやるのに、その俺にはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃ、俺は引き合わないな。そのあくる日も、ゴンは栗を持って、兵十の家へ出かけました。兵十は物置で縄をなっていました。それでゴンは、裏口からこっそり中へ入りました。
その時兵十はふと顔を上げました。と狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴンギツネめがまたいたずらをしに来たな。よーし。兵十は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って、今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴンはバタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると土間に栗が固めて置いてあるのが目につきました。おや？と兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵十は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。にみなんきちゴンギツネでした。